補強っす。今日はですね、ちょっとどこに来ているかと言いますと、いつも日頃お世話になっているアルファ、まあ、僕バイク乗るときとか、まあ、大体アルファのあれなんていうんですか、あのジャケット N3B あれがもういろんなものを来た結果、やっぱバイクにあれが一番いいということ、さすが飛行機の人たちが来てただけあるということで、で、今日はちょっとね、久々にアルファの、2025年の秋冬ですよね、秋冬のコレクションの展示会にちょっとお声掛けいただいて来てるんですけど、まあちょっと商品はですね、まあ、これから出るもんなんでまだ見せられません。ただ結構ちょっと今年秋冬また、まあ、欲しい欲しい病がうずうずする皆さんも必ず欲しくなります。で今ねこれ着てるのも、ええ、これもまあ普通にまあ何でもないような感じしますけど、もう今これは商品として出てるんですけど、もうバイク用でこれ肘とか肩あと背中にパッ、あの全部パッドが入ってるんですよ。これかっこいいですね。かっこいいですね。で全然パッド入ってるような感じしないじゃないですか、うん、これ すごくいいと思います。まあ、変な話自転車でだって転んだら怪我しますから、これ着てください。あと僕らみたいにもうそろそろ60超えた人じゃ足腰が弱ってます。街で転ぶ恐れがあります。その時もこれが入ってるから安全です。必ず着てください。いいですね。今日はちょっとですね、あるは、日本のディレクターの僕のお友達の田中さん、ちょっと田中さんどうも。こんにちは。いつもお世話になっております。とんでもないです。もう、ね、今日は来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。楽しいですね。ただ あとこれはあの書家の方に、僕の好きな書家の方に書いてもらいまして、山口芳水さんという佐賀の方に書いて、バイクもこの方ですね。はい、もうオーナーさんでもあって、バイクのグリードもすね。これわしがあのアルファもアメリカの国鳥が白頭わしなので、まあそのわしとハーレーダビッドソンのわしとそれを示して、それを全部手書きで書いていただいて、結構手書きなんですか。これはもう背中手書きで、全部一枚一枚、はい、ワンオフってことですね。これはなぜ非売品で、ちょっと今回展示会用に、これでもね、これこのジャケット自体はまた本当すごくいいですよ。これは普通の N1 にあの裏に実はフィルムを貼りまして、あの防水でございます。で風ももちろん通らないですし、バイクって何が寒いって風ですもんね。そうなんです。そうなんですよね。だからなんかスノボー用とか山用のものを着てあったかいんですけど、やっぱ前がチャックだから風がやっぱり若干入ってしまう。そうです。だからこのこれが絶対的に大事なんですよ、はい、ちょっといいですね、あの、はい、あとさっき見たダウンです。 ありがとうございます。この、あの秋冬に着ていただければ、ね、絶対かなりいいですよね、はい、あれね。それまだ見せられないですよね。まだちょっとすみません、ね、見せられないっていうのがねいいんですよ。みんな見たいですからね。でその気持ちをあの胸に秋まで我慢して必ず欲しくなりますから。今現在発売されてる、発売中のものはこれからですね、渋谷のいつもあの取材とかでもお世話になっている渋谷の店舗の方に、あのピンクドラゴンの斜め前とかあそこに行って皆さんに紹介したいと思います。ということで今ですね、目黒からここね渋谷キャットストリートですね。懐かしいですね。ですかね、ピンクドラゴンありますね。ピンクドラゴン、ね、ピンクドラゴンのね、高橋誠一郎さん、本当にですね、長い間お勤めって言ったら警備所行ってるみたいですね、勤続50年近くですよね。誠ちゃんね、本当お疲れ様でした。ありがとうございましたね。そして、ブラキャッツ、おさむさん、心よりご冥福をお祈りいたしますね。天国で、ロカビリやってください。というわけで、アルファ渋谷店来ました。で、今ね、今日ほら急に来るっつって、申し訳ない、棚卸し中なんですね。本当ね。本当に来てほしくなかったと思うんですけどね。とりあえず来ちゃったんで、ね、これさっき来たやつですね。これ売ってるわけですね。そうですね、もう今現在デッキジャケット、デッキジャケット、はい、これまたさっきのと違う。バイク用はバイク用なんだ。これはこれパッド入ってないタイプ、内側も違うんですよ。ほらボアでこれ、あ、本当だ、はい、店長の
片岡さん。片岡です。片岡さん。いいですね、片岡さんね。もうモンゴル相撲の名手みたいな感じしますね。もうね、いいですね。今棚卸し中で。棚卸し中で。急に思いつきできてしまう。今あの、まあ、定番なもの以外に、はい、今もうそろそろもう冬物ってもう終わりですもんね、はい、今でもあのこうアルバム的に推しなのはどうですか。これ今一番人気なのは、うん、僕が来てアスカちゃん、これがリバーシブルで、おリバーシブル新しく入ってきた新種なんです。おでも今クオリティ高いですね。お後ろが別地になってるんですね。ほらよくできてますね。じゃこれが今、一押しかな。一押しで、これだったらまだ全然5月ぐらいに行ってますね、はい、T シャツ1枚でね。でバイクとか乗ったりするときちょうどいいぐらいの、うん、すんごいしっかりしてます。もうあのヴィンテージのスカジャンとかなんてもう危ないから着れないですからこういうの着た方がいい。これもいいですよね、L2B。 あのここ L2B、はい、これね、これね、あの夏とかやっぱバイク乗るときとかにちょうどいいんだよね。でこれはなんかつけられないやつなんですか。つけられないですね。中跡も入ってないですし。そう、これね、いいんですよ。でここはムートンの B3 とか置いてますか。ムートンの B3 ちょっと見てみたかったですね、新しいやつ。これもやっぱりね、昔よりね軽くなったね、やっぱね嬉しいね。でもそれでもやっぱり重いの。あブラック、うん、よくなったな。あ、全然着心地いい。もう昔のやつ持ってた、その時に買ったやつずっと持ってたんですよ。友達に背中あのメンフィスフレーメンマヌってこう絵描いてもらって、そんで久しぶりに着ようと思って着て、ピリッてたらビリビリって全部破けました。もうね、悲しい結末でした。13万円当時の。もうね、俺 XL でいいのかな。これ XL、 これ L ですよね。 L でもあんまり厚着して着ないもんね、うん、着丈とかで言うんだったらやっぱこれだな。着やすくなった。これだったら欲しいわ。これXL とかはないですかね。黒は XL とか、はい、あれ欲しくなっちゃった。あれ今日見るだけですよね。見るだけなんですけど、実はあの YouTube やりましょうなんて、実は自分が欲しかったからちょっとね、そのあれもあって来たんです。あ、こっちのがいいや。楽。お、いい。細い。なんて言いました今。細いですね。まだだってまだね、あと1ヶ月半切れますね。切れます。ああ、これちょっと田中さんと相談だなこれ。いいわ、やっぱ新品がいい。ね、でその時もそのだからそうですよね、だから43年前ですね、買った時もう一生もんですから。一生着れなかったですね。着れましたね。一生もんですから、13万でも。嘘つく。騙されましたね。まだいいです。これフェイクだって全然わかんないよね。全然これでもいいんじゃないのかなと思ったら。だいぶお安いんですか、フェイクだと。かなり、そうです。今特にセールになってる。あ、そうなんですか。はい、これサイズいくつですか。これ L サイズ。あ、ちょっと着てみましょうかね。はい、ね、ちなみにおいくらですか。なんと12,370円。これね、子供たち買った方がいいですよ。12,000円だとね。少年たちもう買いに来た方がいいですよ。12,000円。はい、あのね、これ僕が買った、もう何でもくどいようですけど、13万円のこっちの方が全然いいです。あれさ、あの少年たちが着てるとさ、ちょっとフェイクっぽいけど、俺おっさんが着てると本物に見えるね、やっぱね。全然わかんないよね、一瞬ね。あ、でも着心地はやっぱり着た感じ本物いいですけど、これは軽くて非常に楽ですよね。ガンガン使ってそうね。惜しくないもんね。これね、若者ってすぐ買った方がいいですよ。1万いくらですか。12,000円。
セールで375円。これねもうね、安い。だから来年になって別にこの形もう一生もんですから一生もかかっといてください。必ず買ってください。あ、茶色も出たんだ。MA1 タイプの MA1 のレザーで、手前の方は中綿にダウンが入ってます。はい、これ持ってるな。これも結構前からありますよね。はい、これもすっげえあったかいですよ。G1 あ、これがデッキジャケットのレザーバージョン。こっちもかっこいいですね。これもいいね。なんか昔はあんまりこの辺なんか競馬場のおじさんみたいに着なかったですね。エリボヤはね危険な感じが かっこいいですね今見ると、これはちょっとあのユーズドっぽい感じなんですね。 G1 はそうです ねかっこいい。めちゃくちゃ的もうねかっこいいもんな。トップガンですよね。トップガン、はい、トップガンですよ。だってこれ絶対的にもうかっこいいですもんね。ドンズバぴったりですね。USM USM ジャパニーズド M 大丈夫ですかね。一致しましたよ。いいですね。ぴったりですね。やっぱ幅肩幅広いんだ。USM そうですね。だからもう日本の L ですよね。そうです。丈の短いのかっこいいですね。やっぱり。うん。もう大好きな N3B が。はい、これはもう。なんだかんだ言って無敵ですね。一番もう本当に雪山に行く時も使えるし、バイクの時もなんかやっぱこれが一番安定的にあったかいんですよね。でもあのファーがちゃんと白いファーもあるんですよ。一番右にこれはコットンで、コットンで、はい、作ってます。これもヴィンテージラインとして作ったものなので、はい、正直去年出したやつなんですよ。今だけ、今だけで在庫も少なくいや、その言葉弱い。最後の1点とか、もうなくなったら終わりってことですね。売れちゃったら、これもともともあのヴィンテージあったやつだもんね。そうですね。あ、かわいいですか。こういうキツだもん。いや、ちょっといいし、あ、かわいい。欲しい。これ今 L あれ失礼します。申し訳ないですね。もうね。今欲しい出ましたね。欲しい出ました。これちょっと可愛いですね。あ、ありました。結構まだあるんですかこのヴィンテージライン。もう1点ずつ。M1L1 ぐらいな感じですか。やばいですね。これ配信の時になくなっちゃうかもしれないですね。セールで、はい、お、セールで17,490円。お、お安いですね。え、いいですね。うん、白可愛いですねこのパーカー。あ、こっちの方がいい。これコットン製可愛いですね。これはお買い上げかな俺。嬉しい。え、来週北海道行くと来てくれ。ああ。で、偶然にお客さん、セール品。セール品。もう1点ですよ、これ。1点。まあ、僕は存在が0点ですけど、これはまあ最後の1点ですよね。これもいいですね、高くて。これもほら、僕らもハゲは体感がマイナス6度低いですからね。これかわいい。いいですよ、これ。ロシアの人じゃないですよね。ロシアの人じゃないですよ。ロシアの人じゃないんですけど、もう本当に寒いですからね。寒いですよね、短いと。いね、うん。これも、M ぐらいでいいのかな、みたいな。一応 US サイズ、日本のサイズ、細いのを作ってるんです。アルファさんって、サイズ見るときに、US サイズと日本サイズがあると思ってるんですね。どっちが、素材は同じなんですか。素材は一緒です。シルエットだけが違う。タグを見ていただければ分かります。ああ、ジャパンと、はい、この色もいいな、俺。その色は、US サイズしか作ってないんですよ。
じゃあとりあえずちょっと USM 着てみましょうかね。あ、もうバッチリですね。あ、やっぱ着るとかっこいいですよね。やっぱもうにあのずっと永遠に人気があるっていうのは分かりますよね。やっぱりいいですね。好きですよね、これね。いいんですよ。これ持ってますよ、モノホーン。持ってますね。でこれジャパンビットだともう少しお存じになってます。このさ、着丈だよね。ね、あとこのリブのこの太さとかいいですよね。あとね、このほらインナーみたいな。これってもともとインナーなんですよね。そうです。これかわいいですよ。M65 の中どうでしょう。 M65 自体はないんだ。 M65 あります。入れてしまってもいい。中村雅史ですね。だからあとカメラマンジャケット。そうですね。ポケットたくさんで。カメラマンの人やっぱこれよく着てますね。あとこの全黒欲しいですよ。全黒。全黒。うん、全黒欲しいです。でもね、さっきもね、これまだあの見せられないですけど、あの展示会で見たやつ、来季のやつ、来季って今季の今年の冬に出るやつ、あのやつ良かったですね。あれでね、買いますよみんな。あれいいですね。あれいいですね。あのね、あんま教えられないですけど、あれね、ぜひね、あれ売れますね今年ね。そうですか。じゃあ B3 を悩みつつ、今日はこの辺でお開きということで、ね、もう子供たちありがとうございました。ありがとうございました。それと女性店員さん、津川さん津川さん、ありがとうございます。今の勉強熱心の津川さん、